毎試合逃せないのは当たり前でも本当に逃せない試合っていうのがあるわけ。サモナーズリフトへようこそ。もうなんかクラシコ的なね。うわぁラムスイグナイト、このウソップくんのラムスはイグナイト。ごめんよごめんよ、ある程度は復活してきてる。ナイスナイス、いいのか。アリスターとポッピーのフラッシュ効果でいいのかね。今回は涙いかないビルド、じゃあやってみよっか。鬼本積みたいんだよね。ミニオンが出撃しました。 D5 のやつは大体友達。いやウソップラムスってまあまあ意外と強い。センキューチア1円ありがとう。ライジのマネなんだ、謎のピンが鳴ってる。戻り、ごめんよごめんよ今トラブル。俺がお前を信じれき、お前、俺がお前を信じきれなかったばかりに、ごめんよ、ごめん、俺が信じれなかったお前を。何が起こったんや、やばい、それぞれオドルオンリー、友達じゃなかったの、そんなだからスワークサルンだ。今のは行く判断をすればよかった俺は。今のスタイミセリアナ、わら、マゾラのせいだ。あ、でも結構ね、昨日このメジャー相手の CS は通常で取って Q でハラスするこの動きをね練習したんだよ。大事なマネ。あんま変わらん。なんかそれっぽいでしょ。え、キュー当たんないんだけど。当たらん、当たらん。あ、何、どうした、何が来た。ウマルさんホスティングありがとう。あれもう9一発も当たってなくない。意外とまあこれ、まあ、段階を踏むからね、何回も言ってるけど何をするにも段階が必要なんですよ。俺前回の配信だとこれしてなかったはずでしょ。俺は本当にカーサスを上手くなる気があるっていうのが伝わると思う。ありがとうございます。おとなしくしろ。あ、ポッピー、お前は本当に。ポッピーありがとう。ポッピーありがとう。もういいじゃない、もうそれ。一回も当たってないよね。俺もそんな気がする。ありがとうポッピー、君のおかげで味方が倒されました。お前のせいでトップが負ける。フラッシュ切らしたからワースワース。ウソップくんが来てくれる。ウソップくん来てくれ。俺のことを信じてくれてるんだよ。 e スポーツカフェでヨードローに挨拶した甲斐があった。
ポッピーの例も終わったが、ポッピーの介護手厚い。感謝するときセックスって言えよ。ポッピーフリっていうかトップの組み合わせ的にローム以外すると、力く、あんまりエアリー回転しないし推定でよくね。絶対当たらねえんだよなぁ、Q が。でもマジで当たらん。本当に当たらない。ドルオンリーなの。ドルオンリー。薄取る瞬間狙っていて、豚さんおじゃです。おじゃこんちは。大島さよしみたいになってますね。ヨドルオンリー。あー微妙。声ガラガラだけどもしかして一致した？相手の靴を狙うんだぞ。このパスの回避率おかしい気がする。最大射程は当たりにくい。ええじゃい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 。ナイス。ナイスやるやんけ。素晴らしい。押しちゃいたい押しちゃいたいこれ。押して帰りたい。あ、DF は。行くと行くと思うよ。まあでもミッドシエスタ結構つけた。ある程度つけた。ポッピーレベル2差ついてた、すごい。あ、はい、フラッシュないよ。先輩はミニオン一気に9当てるためにど真ん中で指定しないでしょ。しない。まだしない、なってないよ。何は路線ねん。何は路線ねん。笑わないで。いや、うせえな、マジで。赤ちゃんのコスプレしない。よーし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 。ナイスナイス。あーグッドグッド。ナイスナイスナイス。さっきのでフラッシュ落ちてるからね。うち。で今回はロア行った後にいつも涙言ってるんだけど、ロア、鬼本、帽子、ドーニャ、ボイド、なんせ。あ、あ、ああ。なんか待機してる。邪魔だ。あと一発だ。うわ。あなたのジャンプ。当たった、やった。よし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 。あ、出た。あざす。オッケーオッケー。ナイスナイス。よかった。今のカーサスでアシストとかウルト打った時にアシストがキル入んだって結構事故なんだよね。沈着冷静が死にスキルになるからさ。初めて違う、結構当ててる。結構当ててる。ナイスナイス。実際ワースだね。うん。TF のキル。インテグレースで。
あ、苦しいか、ディエフ。で、苦しいか、この人、ゼド戦の人なんだよね。ゼドバンしてよかった、マジで。本当によかった。俺絶対ゼドはバンする。惜しかったわ。あー、ウルトネームそれもデバイスくらいの人だけで苦しいか。ニチャースタンミコの人対面負けておるよね。おい、俺を楽しめると思うのよ。ギャルルマスナガスタンミがゼド使えばバンクレスに使えるよ。強気にゼドピックしていけ。こっちか。どこ行くんだ。ポッピー、それは倒したぞ。ヒロドロリー、ヒロドロリー、やってくれ。スタンミさんうちの家のハサミどっか行ったんだけど知らない。知らん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 。そんなにゼドすごい人なの。ゼド戦の人だね。いや、ただ単純に俺がこの人がゼド戦っていうのなしにして観察した時はゼドバンしてる。なんだこれは。なんだこれは。あれ、これ生きて。見て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 て、見て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 て。味方が倒されました。あ、いけるわ。うわナイスナイスナイス。危ない。味方が倒されました。ダブリ置いてはイグゾース必死になってたんだって。もう終わった、もう終わった、もう終わった、もういいよ、見なくて、もう見なくていい、大丈夫。またあの見てほしい時になったら呼ぶわ。今のムーブせこいけどね。敵を倒しましょう。そう、ロアを買ってればね、一回買って帰って。とりあえずまあまあこういうトライの精神だよ。トライの精神絶対来てると思ったと思う。どういうことなのかな。何が起きてるのかな。24時間配信と聞いて駆けつけました。あと何時間ですか。足らないな。スペシャルだろうけど当たんない。今週のリリッチにスリップできたわ。
あるあるある、大ありだよ本当、めっちゃ当てようとしてんだから俺は。味方が倒されました。味方が倒されました。敵のキリングスプリー、スインゴースとか大勢わら、やばい、当たるとすごいホッとするんだけど、15分でやり14、おめらが来たんだけどなんで当たんねえの、なんでこんな当たらないんだろうな、俺が来たいんだよな。PF にロームさせてしまった。味方のタワーが破壊されました。あ、動かねえもん。チャンピオンが倒されました。ダブルキル。いやいや、30歳のおっさんと一緒やった。まあ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 、ドラ止めて今の交換だったらいいかな。働きましたね。うん、まあ働いたから最低限最低限。30歳、俺がやってた時ってだって19とか18だもん。わざと黙るでわざと黙るって。まあ、バトルフィールドの人はね、バトルフィールドってなんか年齢層高いからさ、その中の人とずっとディオをしてた。 MR 積む？積まん。いや、しないよ。レート同じぐらいして。そもそも仲良かったんだよね。いない。じゃあ、あー、まあ実際感じるね。グンとやってたら暴言飛び回りそう。入りて一回これ。そういうのねえけど。シャットダウン。あ、ミリ死んだのか。撃たなければよかった。キリン、あ、ナイス、素晴らしい。俺もわかる。ナイスナイス。味方がタワーを破壊しました。ホットはボロ負けしてっけど、ミッドとトップはボロ勝ちしてるんだよな。エリスなんて後半腐るでさ。ヨー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 、スウェイン完全腐ってる。グローリー2飛んでなかったな。素晴らしい。いやー、シビアか、無理だー。
なんやろな。今のところ CS のペースはかなりいい。こんばんは、こんばんは、どうもこんばんは。一回帰って鬼本会に帰りたいな。終わりかな。ラムスってヨードルなの？ムスってヨードルではないんじゃない？こんばんは、メガネでしたっけ？こんばんは。味方がタワーを破壊しました。メガネ始めたんだ。インテリ感高まるでしょ。あー、そこ行くのか。ごめん。シャットダウン。あっ、何？キリンスプリー。アニツベのエコーサイト見つけた。味方が倒されました。次から意気合わねえ。フラッシュくらいなら無料でサービスだのタッチみたいに豚に合格しますか。ラムスって紹介するの。やばー、大失敗。メガネバカにしてんのか。バカにしてないよ。中学の時伊達メガネしてたんだから。二宮和也の虹っていう曲があるんだよね。それのコンサートでメガネかけて白いピアノ弾くのがあるんだけど、それに憧れて中学生の時伊達メガネ買ってた。俺 1.5 なんだけどね。ドンキホーテでクソ安い1500円ぐらいの伊達メガネずっとやってた。何？バレてるよ、バレてよ、バレてよ。よし、よし、よし。イキリ中学生というか、かっこいい、メガネかっこよかったんだよな。よし、ハイくん10分晩ねえ。メガネスタンに見た瞬間のび太くん頭に浮かんだよ。味方がタワーを破壊しました。真実を授ける。ドクターオケ、どうせポーション使わないでしょ。なんか俺ポーション1個買うの癖なんだよ。デブリアリワードスコア1笑。2回に前髪ピンで止めてたでしょ。前髪ピンで止めない、さすがに。中学の時ってうち、あれが厳しかったんだね、頭髪検査が。だそんな長くできなかった。うちの中学、この耳のさ、このなんかポコって出てる骨あんじゃん。骨なのか、軟骨。これより、下にもみあげが伸びてると、高速違反なの。なんか髪の毛めっちゃ短かった、俺。とんでもなく短くて。どこ行く。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。敵を倒しました。俺慣れてなくても勝ったな。味方がインヒビターを破壊しました。ルートなしでこんなんですか。転がちだ。W をかけようとしたんだけど、それさすがにやばい。帰ろう。手作さり切ってもタンクがやばいから空回帰機してんな。そうね、フラッシュの距離確認した方がいいですよ。めっちゃいいな。ラムスがしっかりグッドだった。なんでバレたの。ま
ずなんだ。これ集団戦の前にウルト打っちゃっていい気がする。パワー CG の時にウルトバッて打っちゃっていいかもな。そうだな。ハンドボールとサッカー。プラチナまだ行ってない。まあダイヤのままだ。でも次負ければワースだよ。次負けたら LP21 とか持ってかれるからね。あでもシビアカ的ダメだ。やった。この結構前で。通信で部活あるよ。うちの高校は校庭がないんだけどね。近くのあのなんかサッカー場を借りてやってた。フットサルか。高校はフットサル。中学がハンドボールとサッカー。めっちゃ声落としてる。このカイト。え？味方が倒されました。やはりこのジャンプ楽しくてならないぜ。俺のトリプルキルなんて俺のトリプルキルなんて最近見たことある？このジャンプならではなんだよ。ないでしょ俺のトリプルキル見事なんて。これがあるから楽しいんだわ。死んでも強いもずるくない？死んでも強いもん。いやしたでしょ結構したよ。素晴らしい。いってもネクサスターも割れたし。やっぱり涙より火力積むのがイグゾモツなら強そう。ゾウ先輩に感謝していけ。スタさんおちゃ。中三二とか中三二だぞ。ほう。自分の配信で語れや。ルートだけで相手にもそんなで不戦力。どうぞやるか。なんで俺合気道できもあったんだよ。合気道できねえ。これ折りに行こうぜ。癖あるチャン、AA に癖あるチャンプしか使えないよ。TF 以外は使うチャンプ全部癖あるもん。アニビアもジリアもさ、エズ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 。まもなく敵のインヒビターが復活します。微妙やな。味方がタワーを破壊しました。怖いくねこの。え、生きてる。ちょっと任した。まずめまずめ、かなりまずめこれ。味方がインヒビターを破壊しました。あっ、あじゃねえわ。敵を倒しました。味方がインヒビターを破壊しました。終わったわ。また
ばそう。やばそう、これ TF どこ？来たぞ。シャットダウン。アリスターのバースト半端ない。敵を倒しました。わらわら微妙じゃね。いや反転ピンが出たから一瞬でみんな溶かされたけど、まあ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 、まあそれはそりゃそうよって感じしたよな。反転できるよ。バロンじゃねえかこれ。待て待て待て、バロンバロンバロン、これバロン来るぞ。お前は何も救えなかった。別に何でもいいさ、さっきからフラッシュ下手。イグゾーストをかけようとしたんだけどね。まあ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 行かないのか。ラッキーだ、ね、ラッキーで。なんで俺合気道と達人になっていつの間にかわけわかんない。バロン行かない、はや行かない、はやった多分これ俺たちバロン何歩これ14マスティールされないんじゃね、されないんじゃ。頼むよ。柔道の授業かなんかで中学の時俺卓球した気がする。違うわ、なんか中学の柔道の授業の前のウォーミングアップの後転で脱臼したんだ。なんか体を温めましょうみたいな、あのここからここは体育館の端から端まで、端から端まで後転で行きましょう、だから後転競争みたいのをやったんだけど、その時に脱臼したね。お前渋川剛樹の弟子だろ。いや渋川剛樹の弟子じゃねえよ。やれ、体弱、いけ。マナがないのがちょっと、あーこれ3つ押したのどうなのよ。俺機械体操がとんでもなく苦手なんだよね。俺側転ができねえだ。こういう時ってこの中で死ねばいいのかな。マンチャンリストだ。